バント。バントは野球、ファストピッチソフトボールにおける打撃技術、方法の一つであり、ルールではバットをスイングしないで内野を緩く転がるように意識的にミートした打球と定義される。この基準に基づき通常の打撃なのかバントなのかの判断は審判員によって行われる。また、プレーの結果として犠牲バントを記録するかどうかの判断は、 公式記録員によって行われる。バントは、球の勢いを殺したゴールをできるだけ、投手や内野手から離れた場所、例えば投手、捕手の間のファウルラインギリギリのような場所に転がし、打球処理の時間を稼ぐことによって、進塁を目指すものである。技術的な器用さや集中力だけでなく、野手のポジションや走者との位置関係、投手の投球など広範な知見を持つことが要求され、 バントは10割の成功率がなければならないと言われる確実性も必要とされる。通常、バントをする場合の打者は体の向きを当手に正対させ、片方の手をバットの太い部分に添える。犠牲バント、犠打、または送りバントは、走者を先の塁へ進める目的で、打者走者がアウトになることを前提にバントを行う作戦である。 特に無視あるいは一死で三塁走者を本塁に返して、得点することを目的とするバントを、スクイズプレーあるいはスクイズバントと呼ぶ。成功すればギダが記録され、打数にはカウントされない。2003年に通算ギダの世界記録を達成した、河合正宏は、投手と一塁手の中間に転がすようにしていた。河合は、周りは100%成功すると思っているという。 プレッシャーに勝つことの必要性を述べいる。左打席に立った場合は一塁ランナーの動向を死にしにくいため、送りバントの成功率は右打者の方がおおむね高くなる。ここから走者を送ることが役割の一つとなる二番打者には右打者が多い。セーフティーバントは打者自らが一塁に出塁する目的でバントを行うもので、 打者に総力がある場合に取り得る作戦である。可否は、そのバントの打たれた場所が適当であったか否か、またそのバントが相手にとって、異表外のものであったか否かで決まる。特に一塁に向けて走り出すのと同時に、バントするのを、ドラッグバント、と呼ぶ。投手の守備が下手だったり足が遅かったりして、一塁のカバーがうまくできない時に行うものであり。 一塁手の守備が深すぎる時にも試みる。一塁方向に球を引っ張り、投手の向かって右側を抜くようにする。いずれのバントも打数にカウントされる。セーフティーバントという呼称は和製英語である。安全を意味するセーフティーという名に反して間に合わなかったり、間に合っても毎発であることも少なくない。正しい英語においては、バント4、A ベースヒット。 アンダを狙ったバントの意と呼ばれる。走者がある時にセーフティーバントを試みて、結果として打者はアウトになり、走者が進塁した場合、記録員がセーフティーバントであると判断すればギダは記録されず、打数もカウントされる。しかし、日本プロ野球ではこの場合もギダを記録し、打数をカウントしないのが慣例である。プッシュバントは、文字通りバットを押し込むように、バントを行い、 意図的に強い打球にするバントである。一塁手が深く守っている、投手の一塁カバーが遅い、相手が、左投手で、投球後に右に傾くような癖がある時に行われる、第三の場合は、左打者のドラッグバントにも当てはまる。プッシュバントは一塁方向に球をプッシュ、押すバントである。ギダの際には当たったバットはわずかに引くのに対し、この場合はバットを前方に押し出すために、 両手と両肘を体から離してバットの球を打つ面を一塁手の肩に向ける。バントの意図が明らかである場合、内野手は少しでも打球処理にかかる時間を短縮しようとする場合が多い。例えばバントに備えて全身守備を敷いたり、打者が不意にバントの構えを見せた場合に一塁手や三塁手が反射的に本塁に向かって駆け込んだりする。 この守備側のバント対策を逆手に取り、バントの構えのまま意図的にバットを押し出して強することで、前進した内野手を越えて手薄になった内外野間に打球を落とすことを狙うのが、プッシュバントである。成功すれば走者は元より打者自身もセーフになる、可能性が高くなるが、フライアライナーのまま内野手に補給されてしまった場合、打球の滞空時間が短いことから、 走者の気類が難しく、閉殺となる可能性が高いという大きなリスクも合わせ持つ。なお、バントの構えからヒッティングに切り替える動作は、バスターと呼ばれ区別される。ハーフスイングなどの際に、バットに球が当たり、結果としてバントのような打球となるものを刺す。ツーストライク後に、このような打撃を行って、ファウルボールになった場合、審判員が、 バントではなく、意思を持って、打ちに行ったと判断すれば、三振とはならない。この打撃により、打者がアウトとなって、他の奏者が進塁できても、記録員が、バントではなく、意思を持って、打ちに行ったと判断すれば、ギーだと記録されない。英語では、スインギングバント、と呼ぶ。バントの構えを見せておいて、相手投手の投球後に、 通常の構えに切り替えてヒッティングすることをバスターという。高度な技術を要するが、相手のバントシフトの強をつく作戦として有効であ。る。バスターは、バスタードバントの略、バスタードは、諸子の意味、転じて、嫌なやつ、まがいものなどの意であるが、これは和製英語であり、英語では、スラッシュバント、フェイクバントスイング、などという。 三塁手の守備位置が深いと見た左打者が三塁方向へバントを試みることがある。この場合は両手を体から離し、バットの球を打つ面が三塁に向くようにバットの角度を決めるのである。ファウルラインに沿って投手よりも三塁手が処理しなければならないような地点で打つ。三塁手が深く守っている時や三塁手の守備がまずい。時には右打者でも三塁戦争のバントを試みる。 この場合は、バットの太い端が、投手に近くなるように構え、右手を、バットの上の方に向かって滑らせ、ボールを転がす位置はできるだけ、ファウルライン近づけ、バントを効果的にするために、投手と三塁手の中間を、狙う。ツーストライク後にバントを行うことを精鋭語で、スリーバントという。この時、そのバントが、ファウルボールになると、ボールデッドで、打者は三振、アウトとなる。 これは3バント失敗と呼ばれる。このルールは2ストライクになってからバントを使ってカットを容易にすることを防ぐためのものである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。